1856年頃のファラデーの講演クリスマスレクチャーとはイギリスと日本で行われている歴史的な科学講座である。イギリスではクリスマスシーズンに子供たちへのプレゼントとして開かれているのでクリスマスレクチャーという名になっている。マイケル・ファラデーの有名な書籍ロウソクの科学は1860年のクリスマスレクチャーとして英国王立研究所で 連続講演した内容を、ウィリアム・クルックスが編集したものである。日本では夏に、前年の講演者を招いて開催されているため、英国科学実験講座とも呼ぶ。王立研究所のクリスマスレクチャーは、1825年に最初に開催されて、以来、第二次世界大戦中を除いて、毎年続けられた。王立研究所内で、毎年開催されたが、 1929年と2005年から2006年の間は建物の改装のために別の場所で行われた。1936年に BBC で最初にテレビ放映され、1966年から1999年は BBC2、2000年から2004年はチャンネル4、2005年から2008年はモア4で放送された。2009年から BBC4 で放送されている。ありがとうございます。